どうも皆さんこんにちは、着橋です。本日はですね、アラスカ航空のマイルを購入すると最大 60% ボーナスマイルキャンペーンがやっておりますので、本日はねこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで今回ですね、アラスカ航空のマイルを購入していただくと最大ね 60% 増量キャンペーンということで、こちらね結構気になってる方もねいらっしゃるかななんていうふうに思いましたので、今回ねちょっと動画作ってねいきたいなと思うんですけども、皆さんね知っている通り円安がねかなり進んでおりますよね。ですのでこのマイルのね倍マイル系のキャンペーンっていうのはこの円安のね影響をもろに受けますので、まあねちょっと動画出すかね結構迷ったんですけど、このアラスカ航空のマイルっていうのは今非常にお得で、まあ、知ってる方もね私の動画で結構解説もさせていただいておりますし、私自身もね載ってる動画とかも見ていただいていると思いますので、まあ、知ってる方多いと思うんですけども、このアラスカ航空のマイレージチャートっていうのは今ね東京からアジア区間最長デリーまで JAL のビジネスクラスで2万5000マイルで片道発券することができます。ですね、5万マイルあればね往復できたりとか、東京から欧米路線ですね、 JAL のファーストクラス片道7万マイルから燃油サーチャージなしでね発券することができたりとか、めちゃくちゃねお得なんですよね。っていうね、まあこういった、まあ、お得路線がありますよね。まあおそらくねここら辺の路線ね解約入ってくるんじゃないかななんていうふうに思っておりまして、まだね解約かどうかわかんないんですよ。変更があるっていうのが2022年12月にね予定されておりまして、まあ今ね今回このボーナスマイルキャンペーンで買って、今のうちに、ね、発券しておくっていうのも、まあ、一つの手ではないのかななんていうふうに思いましたので、今回ね動画作ろうというふうに思った次第でございます。ですので基本的にはね結構高いです。結構高いですけども、 JAL のこのビジネスクラスのお得路線、ファーストクラスのお得路線をね今のまま利用できるっていうのは、まあ、もしかしたらね、今しかないのかななんていうふうに思いますので、まあ、気になる方はですねぜひね最後までご覧いただければなと思います。それではまずキャンペーンの詳細ですね。まず今回アラスカ航空のマイルを購入していただくと最大 60% 増量っていう風になります。で期間がですね2022年の10月の10日から2022年11月の3日16時59分までっていう風になります。で特典が最大 60% ボーナスということで、これね人によるみたいなんですよね。私はね前回 60% 来たんですけども、今回ねちょっと見たところですね残念ながら 40% っていう風になっておりましたんで、まあこれね人によっては 60% 来てると思うんですけども、まあ、ぜひねアラスカ航空ねチェックしてみていただければなと思います。で今回のキャンペーンの上限ですね、購入できる上限は1年間で15万マイルまでっていう風になっておりまして、これねボーナス分を含まないんですけども、1年間でね15万マイルまで購入することができます。で、まあ、このね購入したマイルですね、これ基本的にはですね公式サイトに、まあ、購入したらどれぐらいまでに付与しますよみたいな記載がね他の航空会社はね結構あるんですけども、アラスカ航空ないんですよね。多分即時で付与されるんじゃないかななんていうふうに思うんですけども、まあ、この点はちょっとねわからないって言った形になります。っていう感じになりましたね。注意していただきたいのは最大60っていうところですね。まあ人によってね50だったり40だったり60だったりねいたしますので、この点はね注意していただきたいなと思います。またねこのアラスカ航空のマイル、前々回の動画を出した時だと思うんですけども、購入できなかったっていう方もねいらっしゃるんですよね。もしかしたらアカウントを作ってからねしばらくは購入できないみたいな、アメリカン航空とかだったかな、確かねそういう制約あったりしますので、まあこういったねマイル系のね情報を追っている方はですね、アカウント自体はね早めにと作るだけ作っといた方がねいいのかなと思います。でまたですね、今回の最大 60% 増量キャンペーンなんですけども、段階が踏まれておりまして、3000マイルから1万9000マイルだと 40% 増量、2万マイルから3万9000マイルだと 50% 増量、4万マイルから10万マイルまでだと 60% 増量っていう風になりますんで、まあ、購入される方はですね基本的に4万マイル以上ね購入していただいた方がね、まあ、お得っていった形になります。まあお得にはなるんですけども、もしね東京アジア間の JAL のビジネスクラス5万マイルで往復取りたいみたいな、まあそういった感じでね、まあ、用途が決まっている方はですねぴったり買っちゃってねいいのかななんていうふうに思うんですけども、まあそうでない限りはですね基本的にはね4万マイル以上ね購入していただいた方がねいいのかなと思います。
それでは次にですね、今回のキャンペーンの1マイルの単価ね、見ていきたいなと思うんですけども、ちょっとね、いつも通り私の方でね、表を作らせていただきました。こちらね、1000マイルから10万マイルまでね、ありますよね。で、今回この表に関しては、60% 増量時で作成させていただいております。1ドル147円ですね。高いですね。はい、まさかね、もうこの勢いだと150円とかいきそうですよね。で、赤字のね、3万4000マイルのね、ところを見ていただきたいんですけども、こちらね、3万4000マイルだと 50% 増量になってしまうんですけども、ここはですね、ちょうど5万1000マイル。3万4000マイル買っていただくと、ボーナスで 50% で1万7000で5万1000で、それが935ドルで、これが円換算のクレジットカードの手数料を入れるとですね、14万193円。まあこのぐらいになるんですよね。で、1マイルの単価は 2.74 円ということで、めちゃくちゃ高いですね。まあここ最近はね、まあ2円を超えてきてしまっている部分はあるんですけども、冒頭にも言った通りですね、これで5万1000マイル獲得することができて、まあ、東京アジア間のね、往復の JAL のビジネスクラスがね、発見することができるっていった形になります。で、2万5000マイルで東京アジア間のね、ビジネスクラスね、発見することができるっていう風になりますんで、まあ、5万1000マイルあれば、まあ、往復でね、利用することができるっていった形になります。ちなみにね、東京からデリーだと、ビジネスクラス片道だいたい50万円ですね。シンガポールとかクアラルンプールとかになると、片道25万円から30万円っていう風になりますんで、まあそれに比べるとですね、14万円で往復でね、JAL のビジネスクラス乗れるっていう風に考えると、まあお得にね、利用できてるのはね、間違いないかななんていう風に思うんですけども、やはりね、円安の影響がね、かなりすごいので、もう1年前に比べるとめちゃくちゃ上がってますよね。はい。昔とか、まあ2円超えてたとしても2円ちょっと超えるぐらいでね、済んでた気がするんですけども、かなり高いですよね。まあ、一応ね、この表にはですね、9万マイルのところも赤字させていただきましたけれども、まあ、ここで購入していただくと、9万マイル購入すると、60% ボーナスで5万4000マイル。で、合計14万4000マイルになりますんで、まあ、これで利用していただくと、東京、北米間の JAL のファーストクラスですね。こちらが利用することができるっていった形になりますね。まあ、価格帯にすると、37万。1101円ということで、まあ高いことは高いですけども、まあ JAL のファーストクラスね、欧米路線であれば、まあ片道200万とか超えてくると思いますんで、まあそれがね、かなりね、お得にね、利用することができるのは間違いないと思うんですけども、まあ、37万円ですからね、かなりの金額ですよね。まあこういった感じでね、まあお得には利用できるんですけども、まあ高いものは高いですよね。まあ一応ね、今回の 60% 最大ね、キャンペーン乗ると、まあこういった感じでね、利用することができるっていった形になります。決してね、お勧めしているわけではなくて、まあ一応ね、今回 60% で、多分ここ最近でね、一番増量数がね、多いキャンペーンだったので、まあ気になってる方も多いかなというふうに思いましたんで、今回ね、作らせていただきました。はい、という感じで、冒頭にもね、言いました通り、アラスカ航空のマイルは2022年の12月に変更がね、予定されております。まあ解約か改良か、まあどっちに転ぶかはね、今のところ分かってないわけなんですけども、まあほぼほぼね、今がお得すぎるっていう風になりますんで、海外のね、ブログとかでも、この JAL のビジネスファーストってすごいね、書かれてるんですよね。やはりね、東京から、ニューヨークとか、まあ、北米路線もそうですけども、逆の路線もね、まあ、同じマイル数でね、発見することができるっていう風になりますんで、まあ、JAL のね、ビジネスファーストね、ビジネスはね、6万マイルなんですよ。北米路線だとね。ですんで、まあ、ファーストは7万、まあ、1万マイルしか変わんないで、ビジネスとファーストね、まあ、変わるっていう風になりますんで、ですね、7万マイルでね、ファーストクラス乗ってる方もね、かなり多いみたいなんですよね。まあ、それ以外にはシンガポールのエコノミークラス、ビジネスクラスね、だったり、あとキャセイとかもね、まあ、記載がね、あるっていう風になりますんで、まあ、おそらくね、2022年の12月にもし解約が来るとしたら、ここら辺の路線がね、解約に入ってくるんじゃないかなって私は予想しているんですけども、まあ、今現時点ね、この、アラスカ航空で JAL を発見すると燃料サーチャージがかからないんですよね。ですので、まあ、東京北米間7万マイルでファースト取りました。初費用1万円ぐらいでね、乗ることができるっていう風になりますんで、まあ、こう考えるとね、やっぱりめちゃくちゃお得はお得なので、まあ、解約が来てもね、
しょうがないのかななんていうふうに思っております。私もね、前回ね、東京からシカゴまでね、JAL のファーストクラスでね、行かせていただきましたけど、この時アラスカ航空のマイルで発見したんですけども、まあこれがね、12月以降変更になってしまうんであれば、もう一回ね、私ニューヨーク路線ね、乗っておりませんので、ちょっとね、ニューヨーク路線の JAL のファーストクラスもね、ちょっと乗りたいですよね。まあこういった感じでね、解約が来るとね、もしかしたらここら辺がね、対象になるかななんていうふうに思いますので、まあ一応ね、もし利用するんであればですね、ラストチャンスの部分もね、あるかななんていうふうに思いますので、ぜひね、まあ、検討はね、してみていただければなと思います。それでは次にですね、アラスカ航空の基本情報をね、最後におさらいして、今回の動画ね、終わりにしたいなと思うんですけども、まずアラスカ航空のマイルはですね、誰にでも発券することができます。ですので、お友達に発券するみたいなね、まあそういったこともできます。で、有効期限は3年間っていうふうになっておりまして、利用か加算があれば延長っていうふうになりますんで、まあ基本的にはですね、まあ利用してっていただければ、延長みたいな感じになりますんで、有効期限はね、そこまで気にしなくていいですね。もしね、しばらく使わない期間があるのであれば3年に1回ねマリオットポイントをねちょっと交換すれば、まあ、延長されていくっていった形になります。でオンライン発券も可能っていう風になっておりますんで、パソコンであったりスマートフォンのアプリとかね、そういったもので発券することができますんで、英語はね達者じゃないね、アラスカ航空って全部英語ですんで、ウェブサイトもアプリも全部英語なので、私みたいにね英語が達者じゃない人でもですね利用することができます。でアラスカ航空以外のね航空会社だと片道 12.5 ドルのね発行手数料がかかりまして、変更キャンセルについてなんですけども、今ねコロナ対応でこれ全部無料になってるんですよね。ですので基本的にねこちら考えなくていいと思うんですけども、もともとはですね変更キャンセルね125ドルって結構高いんですよね。ですのでちょっとねこれはいつ復活するかね、今もうどんどんねウィズコロナになって元に戻ってきてる部分があるんで、まあもしかしたらですねこれね戻ってしまうかもしれませんので、まあ、利用される方はですね公式サイトねぜひチェックして利用ねするようにしてください。まあアラスカ航空はねこういった形になっておりますかね。もしねマイルを持たれている方で実際に発見したいよっていう方はですね、発見方法のね動画解説もね別に出しておりますんで、ちょっとねどこかから見れるようにしておきますんで、ぜひねそちらもチェックしてください。まあこういった形になります。アラスカ航空はね、まあ、ひとまず先ほども言ったと思うんですけど、ウェブサイトもコールセンターもアプリも全部英語ですんで、なんかトラブルになった時にね、まあ、英語で対応しなきゃいけない部分があります。一応ね通訳みたいな方がね通せるみたいな話はコロナ前はあったんですけど、今ちょっとねどうか分かりませんので、まあ、この点もね覚えておいていただければなと思います。で購入される方はですね、結構ね私の動画では紹介しておりますけども、トップキャッシュバックね、アラスカ航空のマイルね購入するときにトップキャッシュバックのサイトをね経由していただくとキャッシュバックね受けれるようになっておりまして、これアメリカのキャッシュバックサイトなんですけども、引き出しはねペイパルっていうね、私の動画ではね海外滞在で結構利用させていただいたんですけども、アメリカのエスタとかねそういったものに支払いが当てれるペイパルなんですけども、まあ、それで出金することができるっていう風になりますんで、まあ、購入される方ね結構大きい金額になると思いますんで、まあ、コツコツでねこのペイパルね貯めておくとエスタのね費用とかねそれで賄えたりしますので、ぜひね利用するようにしてください。まあ利用方法はですね本当に経由して購入していただくだけなんで、一応ねここら辺に貼っておきますけども、まあ、こちらもねぜひ参考にして利用してみていただければなと思います。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。